熱い熱い日にはつけ麺何そのコンビ技なんだその勢いだけはすごかったけどなCM 来るかな今ので来るか声量だけはもうこれでところではあったねミッドナイト TV ということで、はい、暑い日にはつけ麺がすりたいぞっていう、そうですね、あつけ麺ラワーズな僕たちですから、そうですね、はい、そんな僕たちのもとに、はい、つけ麺を送ってくださった麺屋富樫さんから、おお、つけ麺をね、いっぱい送っていただきまして、はい、で、巨大中じゃないんですよ、巨大中麺屋富樫さんは営業中なんで、なるほどね、ぜひ店舗の方にも行ってくださいって感じなんですけど、はい、いろいろ送っていただきまして、はい、1キロ以上の麺をすりたいっていう、うわ、1キロ以上、はい、1キロで、富樫さんがね、一玉 300g なんですよ。一玉 300g? 結構あるね、うん、ちゃんとボリュームのある店ですね。だからまあ 4玉は最低でもスローかな1200g。 いや、大丈夫でしょ、3人でしょ。いやいやいや、3人、全然俺楽勝だと思う。まあ、スルが1キロいって、俺らが100g、ね、配分おかしいだろ、これ、うん、ってことでちょっとね、はい、あのとりあえず4玉茹でて、はい、足りなかったらもっと茹でてやればいいんで、どっか追加もあるんですね。追加も全然ある。あー、いいですね、神話よ、どっか俺マジでいけると思うんだけど、全然。俺がじゃあ行くから任せて。あ、お願いしますよ、終わった時は。僕に任せて。はい、まあ、漬け汁もいろんな種類ありますね。ちょっと調理しながら紹介させていただきます。はい、やってみましょう、やってみましょう。うららかな昼下がりだな、おい。うららかって、うららかな昼下がりだな、おい。うららかだな、おい。てめえ、うららかじゃねえかよ、おいそういう使い方。うららか母さんの息子めさあ、ということで、はい、富樫さん、濃厚つけ麺っていうのを今回するんですけれども。なるほど。白、黒、赤っていうね、わかりやすい3種類ございまして、はい、白がエビ、今スーさん御殿の白です。はい、これがエビ、うん、で、黒がカツオ。カツオ、ああ、おお、ぽいぽいぽい。で、赤がカラウマっていう感じ。カラウマですね。はい、はい、で、今回ちょっとせっかく3種類あるんで、はい、それらをで、特に白がおすすめということだったんで、白はとりあえずもうみんな3人分とりあえず作っといて、なるほど、っていう感じでいかせていただければと思います。なるほど、はい、さあ、作り方は簡単ですね。湯煎です。漬け汁は10分間。10分間湯煎です。10分ですね。麺も美味しそうだな。ね、自家製麺らしいですね。あ、自家製っぽいわ、これ。確かに。あと、ちょっと東北の雰囲気感じるな。お、あ、お店は仙台なんだもんね。仙台のお店らしいですね。なるほどね。うどん太いね、てか。太い。茹で前でこの太さ結構やばいよね、多分。太いっす。これはやばいよ。ね、さあ、これを入れるんですか、これを。とんでもない量だよ、ほんとに。やばいね。類を見ない。やばい。ああ、入るか。このだって大きなさ、これがさ、そういっぱいなんだよ。そうです、味鍋が埋まってますからね。数々の麺を茹でてきたこのそれこそ鍋二郎とかに使ってた。そうです、そうよ、染みてますからね。最大級だから、たこ焼きの鉄板みたいに言うといろんな小麦が。太麺には慣れてるはずの鍋なんだけど ね、 いや、ね、そうなんだ。彼もびっくりしてるよ、ちょっと今日おとなしいなちょっと多いよってなってるよ火力の関係で鍋を移し替えましたから、はい、すごい、ほら、いや、ふっそう、あ、うまそう。でもうまそう、めっちゃうまそうだな、この麺、うん、やばいやばいやばい。うわ、あ、でも足りなくないの、マジで何を言ってんの今日、何、本当にこれカメラ回す前も言ってたからな、普通にさっきも言ったからね。めっちゃ怖いからな、それキャラとかじゃないからね。そう、キャラとかじゃない、なんか言ってんだよ、ずっと本気だからな。増えたしな、やっぱすてき。いや、増えるね。うん、うわ、ね、なんかうまそうだな、この麺。めっちゃうまそう、うまそう。これ一回いったらそのままね、いけそういけそう、全然いける麦味のスープみたいな麦味突き詰めすぎて麺と水みたいな鶏と水とかじゃなくてそろそろ追い物語あるよ突き詰めすぎて麺と水やばい、ね、そろそろ麺と水とか言っても茹で汁とスープの方が先に多分いけると思うんで、はい、いっちゃいますね。熱っ。これが白かな、とりあえず白、白お願いします。歯は白でも口は赤、髪は黒。何何何、怖い怖い怖い何怖い怖い、一人がなんか呪文捉えさせてる黒魔術捉えさせてる。怖い、怖かったわ今、怖かったわ今、怖いし、怖かったわ今。これエビなんですね、白は。これエビやばい、これが黒魔術の効果よすっげえアホみたいな言い方でしょこれエビあ、ゴロッとチャーシューとメンマも入ってんの。そうですね、でもメンマ太っ。まだいける、俺はまだいける。いけるか、いけるのか。あ、そう、なんだろう、氷も入れちゃって。そうだね、あ、氷も入れちゃって。ありがとう、しっかりと氷でしっかり締めよう。やっぱりね、やってるとかやってますからね。なんか少なくね、やっぱはいはい、とりあえず一発目、はい、いやいやいや、あ、全然足りない。だってこれでかい丼だからね。ほら、おお、うわ、あ、なるほどね。うわ、なかなかよ、足りないな。
いや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 、一人でもいけるじゃん。まだ言うか、おい。サイコショッカーの頭みたいになってるよ、これ。いけにえ一体で。ちょっと、頭つけて見えてるみたいな。うわ、でかいもんだって。うん。さあ、というわけで、うわ、各種つけ汁など、いろいろありまして。すごい、ね。すごいね。うん。なかなかですよ、これは。楽しいな。で、チャーシューとメンマは入ってるんですけど、ネギとかもね、よかったらトッピングしてくださいっていう。あ、なるほどね。あ、漬け汁に入れるの。そう、白ネギと青ネギを用意してありますんで。はい、はい、じゃあまずオンリーメン3からいいですか、いきましょうか、早速。オンリーメンで結構いかないと減らないからすずる、うん、うわ、麺うまい、うまい、麺コシあるね。うん、結構しっかりあるよ。すごい。うん、あなたが締めてくれたからですよ。あ、ありがとう。あなたが締めてくれたからですよ。あなたが取ってくれたからですよ。いいですね。うん、めっちゃうまい。じゃあ行ってきますね。めっちゃ面白い。まあでもこれ取り分けただけでも一気に減ったね。もうだいぶ減った。だいぶ減ったよ。楽勝だろ。うわ、すごい絡むな。うわ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 、やばいよ。ちょっとめちゃくちゃ絡むな。すごいですよ。行きましょうか。行きましょう。エビだ。すんごい、エビめっちゃ濃い。濃厚だな、これ。うん、腹減ってる時もめちゃくちゃ一気にしたい味だな、うん、なかなか類を見ない濃厚さだ。うん、やば、うまっ。麺パワーアップすんな。うん、入れるとうまい。ビルドアップ2回かましてるよ、これ。うん、積んでるな。ちなみに今回な、このエビ以外のつけ汁もあるじゃないですか、うん、そうだね。黒と赤、切ってみてください。あ、いいですね。え、黒は何これ。カツオ。あ、カツオか。うん、そう、贅沢な食べ方。三色の漬け汁っていうか、カレー屋さんでしか見たことない、三色あるの。インドカレー屋とかだとね、日替わりプラスして選べんねんな、バターチキンとバトンと。すごい、魚介の匂いが。うん、和ですよ、やっぱ和か。うん、もう濃厚。そっちも濃厚ない。しつこくないよ、でもエビに比べると後味はすっきりしてる感じ。うん、うん、なるほどね。確かにエビはずっと濃厚だからな。いや、そうね。うん、じゃあ結構なんだ、醤油のキレというか、こっちもある感じかな。なるほど。辛もあるんで、赤ですね。辛うまもいってみてくださいよ。辛はなんだろう、これでも山椒の匂いするわ。しびれとか担々麺とかそういう感じなのかな。へー。うん、あ、なんかラー油の辛さもあるけど、ちょっと山椒っぽい。へー、結構爽やかな担々麺っぽい。うん、担々感ありますね。あ、辛うまいな。おお。これは今ね、うん、腹9分目だいぶだな。うん、マックス1000ってこと。うん、1000分の9。1000分の9だよ。1000分の9でした。100でもないねん。もうでもないやん。うん、もうあと1人分だよ。うん、普通1人分やな、多分。うん、1人分いいんじゃない。おすすめだけど。あれ、まあ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 。船いけいけ。おい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 、そんな減ってないな。食べましたみたいな感じやってるけど、完食しましたじゃないんだ。ただ、思ったより太いから、これをだからね、一回じゃいけないのよ。そうだね、うん、一すすりではいけないから、うん、って考えてね。って考えてね、この量を。お、うん、もう量なくなった分食えるやろ。どういう構造してるのかな。ないねんって、俺だってもう。これだ、無理だよ、これで食うの。ほんまに米入れたらちょうど良くなりそうやけど。確かに。マジ効いてんな。やばいね、今日すするとハモリ率やばいわ。ハモリに行こうかな、これから。むしろね。お、うん、うん、くそ、全然無理よ。全然かましたな。おい、怖い怖い怖い。ドリンク飲む。いや、やばい、やけにうまいからな。怖い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 。いや、やばい、やられる。いや、いけました、いけました。うん、いや、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。というわけで、この麺屋東橋さんは、まあ、仙台にあるお店なんですけど、ネットでも、そう、なんと買える。まあ、今回そういう感じだったんで、うんうんうん。概要欄の方にリンクがありますんで、はい、ぜひね。お願いします。はい。通販でエビのつけ麺やってるとこって初めてかもしれない。確かに、ね、確かに、あんまり見たことないかも。初めてだわ、うん。うん。エビ好きだったら結構大歓喜です、ね。確かに、そうだね。エビの匂いがすごいから。うん。うん、なんか、言って最後。何言うか、ハモってみて。せーの、ありがとうございました。いやいやいや、絶対赤いまで。無理無理。せーの、ごちそうさまでした。いやいや、合わせに行きすぎやってる。最初言ってないやん。え、ラストチャンスやで。ラストチャンス。もうありがとうとごちそうさまはもうわかんない。うん、ラストチャンス、はい、せーの、ガヨガヨラジオ。全然合わないじゃん、もう。おやややややや。最後もう宇宙人の一面出たやん。あ、やった。いやー、ごちそうさまでした。